SCP-1981 の静止画。SCP-1981-1 の存在に注意。アイテム番号 SCP-1981。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル。SCP-1981 はサイトの映像資料室のビデオに安全に保管されています。使用する際に SCP-1981 をケースから取り出したり強い磁気を当ててはいけません。映像を見る際はサイトの視聴覚室2のベータマックス家庭用レコーダーとアナログテレビを使ってください。説明。SCP-1981 は標準的なベータマックスのビデオテープです。フェルトペンで接着製のステッカーに手書きで、ロナルド・リアガンクチュプホイレタルキング、原文、と書かれていました。研究所での分析の結果 SCP-1981 は一般的な材料でできており、1980年9月生産の家庭用カセットテープとシリアル番号が一致しました。SCP-1981 は1991年にロナルド・レーガン記念図書館の文書係により最初に発見し視聴すると、即座にテープの作者を、わいせつ罪、で告訴するよう警察に持っていきました。警察は形だけ捜査をし、財団により SCP-1981 を回収しました。に気づかれる前にクラス A の記憶処理を施しました。財団職員が図書館の記録を調べたが SCP-1981 の起源を知ることはできませんでした。SCP-1981 は1983年3月8日、ロナルド・レーガン大統領がフロリダ州オーランドのシェラトンツインタワーホテルで、悪の帝国、発言をした演説の様子が記録された家庭用ビデオです。しかし、1分10秒の遅音声が低くなり、最終的にレーガンの声でなくなります。およそ5分の後、複数の切り傷、引っかき傷、銃創がどこからともなくゆっくりと浮かび上がります。常人なら苦しみで動けなくなるにもかかわらず彼の声帯が切断されるかテープが22、34で静止するまでレーガンのスピーチは続きます。SCP-1981 を巻き戻し再び再生するとレーガンは新しく別のスピーチを始め、時には全く異なった内容のスピーチも確認されています。拷問、児童への性的虐待、生贄を使う儀式についてスピーチします。すべての観察でレーガンは串刺し、生殖器の切断、編集済み、されていました。SCP-1981 の視聴で大体7回に1度、黒いローブと円錐のフードをかぶった人間が視聴ごとにバラバラの人数でレーガンの代わりに現れ、以下これを SCP-1981-1 と呼びます。SCP-1981-1 がどのような役割をしているのかは現在不明です。レーガンのスピーチは尻滅裂で、アウトラインが組まれておらず主にふざけた逸話と例え話で構成されています。しかし、時折レーガンが知る由もない 9.11 テロや2008年のロシアの選挙の結果、など将来の出来事を引用します。このため、再生ごとに流れるスピーチを記録することになりました。SCP-1981 を別の同じ型のベータマックスのテープにダビングする試みは失敗しましたが、再生中のテレビをカメラで撮影することで、捕獲、することに成功しました。SCP-1981 の再生する際にはカムコーダで様子を録画し映像を B、博士企画主任に提出してください。SCP-1981 は経年劣化しているため、再生して重要な情報を得ることが難しくなっています。加えてレーガンが大傷が、非常に不穏なものになっているため、ショックを受けた職員は再生後にレベル3の精神医療施設に行くことを推奨します。ロナルド、レーガンが存命の時、SCP-1981 と彼の関係を探るために監視網が配備されました。つながりを見つけることはできませんでしたが、レーガンがアルツハイマーにかかる前、たびたび、悪夢、について愚痴をこぼしていました。93、再生記録の写し。0時17分24秒、レーガンこの国の強さの基礎である古い価値観は一新された。ワシントンのある研究者が最近発表した内容によるとアメリカ人は100年前よりも人食いに積極的だというのだ。アメリカは司祭な侮辱も我慢できない国だ。7、そして確信が目覚める。12、18、我々はアルカイダを止めるだろう。今、再び始まった。
0時17分53秒、拍手。0時18分2秒、レーガン初めて我々は立ち上がり、私は消費されていくのを見た。縁ではない縁を見た。膨大な数の死者の魂が封じ込められている。ほつれを解く者は道徳という名の布をくらえ、心を仏に変えてゆく。私は人より上の王族の生まれだ。何がもたらされるか、全国民をけなす作り笑い。0時18分43秒、望みはない。0時18分59秒、拍手。0時19分15秒、まるで激痛を感じたかのように、後ろに立ち6。額やこめかみに開いた穴のようにいくつかの新しい傷が剥き出しになった眼下に現れ始める。左腕の残りは綺麗に2つに裂かれている。0時19分59秒、レーガンさらなる総意はアメリカ人の半分以上がまだ憎んでいるということを証明した。すべては虚空に食べられる。虚しさ。悲しみ。暗黒。暗闇。笑い声。0時20分30秒、信号が停止するまで笑い声は続く。写し終了。96、再生記録の写し。0時12分32秒、レーガン私はアラスカの製鉄所とネブラスカのトウモロコシ畑に行ったことがある。私は周りの窓と中の不法侵入者と共に燃える捨て去られたグーグルのオフィスを見た。私は小さな赤子が切り刻まれた家々を見た。海岸から輝く海岸まで、私は無人のよだれの道を歩いた。判読不能、間違った道徳による腐肉は我々の子供たちを毒していく。私はこの貪欲な地球という名前の山の頂上で立ち止まり、我々の偽善的な穴を見下ろし、はちきれんばかりの無気力で満たされた。何を見たのかわかるかい？0時13分57秒、地獄。0時14分20秒、観客は突然笑い出す。0時14分32秒、カメラの背後からくぐもった声が聞こえる。0時14分45秒、レーガン今、再び始まる。0時14分52秒、笑いは静まり始める。0時15分秒、レーガンしかし本当に、我々は幸運な時の中を生きている。まさに幸運の時代だ。時は我々の側にある。笑い声、時期を得た一針は九針の手間を省く。0時15分40秒、君たちの真実と私の真実。基地なる基地、基地なる道、そして道、判読不能。彼らの一員はすでにこの慣習の中にいる。0時16分2秒、この段階で、レーガンの首の傷は頭を支えることが難しいほど深く見える。レーガンが激しく前に倒れると、言葉はゴボゴボという音に変わり、脊柱がきれいに切断され、頭と身体は筋繊維だけで緩く接続されている。身体は3分間動き、崩れれるまで首甲に脊柱を引っ込めるような身振りを続ける。テープは22、34に静止。写し終了。2、再生記録の映像、編集済み。クリアランスレベルオフアイブ要請。5、再生記録の映像。5、の撮影記録。0時分秒、誰もいない演説台と側近たちの椅子。興味深いことに、この再生記録のみロナルド、レーガンは登場せず、冒頭タイトルも表示されない。0時分30秒、カメラが演説台にズームインする。0時2分55秒、画面左から SCP-1981-1 が出現し、演説台の前に立つ。テープが終了するまで動くことなく静止を続ける。0時22分34秒、突如画面が切り替わり、赤文字で、ICU、と表示される。7秒間その状態が続いた後、直ちに映像が途切れる。これ以降テープに残された映像記録はない。写し終了。